どうぞこちらへお進みくださいませ。はい、ではこちらの方の食器をご案内していきます。こちらは1924年に完成しました無停止被害式トヨタ自動食器という食器でございます。このように横糸がなくなる寸前になりますと、今度はここのマガジンボックスのシャトルと自動交換をしてきます。下からダルモト所に新しいシャトルを中に押し込み、今まで入ったシャトルがシャトルで押されて運転中に入れ替わります。他にも縦糸が切れたら止まります。横糸が切れても止まります。ですから何か異常があれば機械の方が止まってくれますから、一人で30台から50台を扱うことができます。ではどのようにしてシャトルがチェンジするかとなりますが、まずシャトルの側面にはこのような窓がついています。ここで糸の残量というのを確認します。そのものがこちらの奥の方にあるマイナスドライバーみたいな先っぽの平べったい棒みたいで結構します。これ上から見た状態がこちらです。このバーでございます。このバーの先端で糸の有無を調べます。このバーが糸の先端当たれば糸の厚みで戻されて動きます。この動いた時は何も変わりません。ところが糸がなくなってくるとこのような溝が見えてきます。この溝の中にバーがスッと入りますと止まります。そうすると糸がないということで、今度は隣の部品とつながり、下からロッドがつながって、最後は一番下にあるレバーがドーンと上上がります。この上がることによってこの V ボルトとドンとぶつかりますから、レバーが引き戻される。これ戻されるとここの軸を回転させ、この軸の回転した同軸になっているスライダーを前押し出して、これで新しいシャトルを中に押し込み、運転中にガチャーンと言いながら変わっていきます。そのところを今から再現します。それから糸がなくなった後、この中の糸を今度は補充していきます。でこの時に糸の先端口を左の方へ通す糸通し対応があります。こちらが改善前、これが改善後、2種類あります。改善前は穴の中に糸を入れて横から糸をこう吸って出すんです。その方が簡単で早くできます。ただ綿ぼことかほこりを吸います。あまり衛生上良くないんです。そこで考えたのがこの溝です。この溝を使って糸を右から左の方へ通します。こういう道具があります。この道具を入れて糸を引っ掛けて通せば簡単ですが、道具は使いません。拭いたりすることもしません。これを糸を引っ張って一瞬にして糸を右から左の方へ通します。ではご覧ください。このようにして通るわけでございます。ではちょっとこれ、ね、一回引っ張ってください。はい、ってことですね。これも一つの特許でございます。ではお待たせしました。今から実際に機械を回して機械を切り替わるところをご覧いただきます。はい、回します。まもなく切り替わります。どうぞご注目ください。はい、変わります。ということでこのようにして切り替わっていきます。では今度は後ろどうぞ。ここにありますのが縦糸です。これだけで2570本あります。どれか1本でも糸が切れると機械は自動で止まります。ではちょっと今から機械縦糸を切れさせて止めますので、どうぞあちら白いハンドルとこのベルトの回転とご覧ください。では機械止めます。3、2、1、はい。ということで今ハンドルがひねるとこのベルトの回転が外側向いて空運転の状態を持っていきます。仕組みはこのような薄い鉄板、ドロッパーといって穴が開いてます。この穴の中に縦糸がこうやって一本一本ほど入っています。ご覧いただけますかね。こうやって浮いた状態になっています。横から見るとこれです。こちらが縦糸、ドロッパー。運転中はこういったアンダーバーというのが動きます。この動いた時は正常です。ところが縦糸が切れるとドロッパーは自重でトンと下がりますから、はい、そうすると動きをどんどん止めちゃうわけです。そうするとつながっているロッドが変異してハンドルは運転から停止、さらにベルトの回転が外側に逃げて空運転の状態を持っていきます。止まればこの台だけは止まりますが、他の台は動いた状態です。そうすると台門さん来てこのつなぎ糸で切れたところと結ぶんです。この結ぶのは今でも一緒です。人が結ばなきゃいけません。
こちらがサンプルです。以前は人が見張り番するものですからこのような不良品が出ました。ですけどこの食器はここでストップしてくれますからもうこういう心配はいりませんということで品質も良くなり生産効率の上がった画期的な食器でございます。これが1924年今から97年前に開発した G 型自動食器でございます。ではまた引き続き現在の食器もございますのでまた合わせてご覧ください。以上です。ありがとうございました。どうぞこちらへお進みくださいませ。